2023年4月、マッチングアプリを通してとある配信者と出会った一致。ところが配信中、彼女が尋常ではない様子を見せ始めたことをきっかけに、この話は身の毛もよだつほどの恐ろしい結末を迎えるのでした。ある日の夜、マッチンガー佐々木と名乗るイッチが、マッチングアプリでサーヤという女の子とマッチングしたと言い、スレを立ち上げました。また、イッチは来週、サーヤと食事に行く約束を取り付けることに成功したらしく、スレにはその模様を実況していく予定なのだと言います。すると、女性と会う約束を取り付ける前に、ブロックされるでおなじみのスレミンたちが続々と現れ、イッチに対しサーヤの顔写真を要求し始めました。そんなスレミンたちに対し、ネットリテラシーという言葉に触れないまま生きてきたイッチは、早速サーヤの写真をスレにアップします。すると写真を見たスレミンたちはぐちぐちに、かわいいやちょっと地雷系っぽいなどとありきたりな感想を書き込んでいきますが、一方でイッチがかわいい女性とマッチングしたという事実に納得がいかない嫉妬の塊ニキたちは、詐欺写真オッツや実際やったらブスなパターンなどと言って、イッチを絶望の淵に追いやろうと必死な様子。しかし、イッチは、そんなスレミンたちのひがみなど、全く気にしていない様子を見せると、今度食事に行く予定の店について、サーヤさんが行きつけの店があるからと指定してきたんです、と説明しました。そこは、東京の銀座にある高級店で、イッチが調べたところ、どうやら芸能人御用達の店のようでした。また、イッチはサーヤから、その店の個室を予約しておくので、そこで会おうと言われたそうですが、イッチは、そんな高い店、僕なんかが行っていいのか、それにお金の心配もある、と不安そうな様子。すると、それを聞き、サーヤの思惑を察したスレミンたちは、お前、金を絞り取られるぞ。いや、サーヤはお前のこと、ATM としか見てない、という残酷な言葉を浴びせていきます。ところが、そんな人手なしスレミンたちの言葉を遮るように、一人のスレミンが、その子って、TikToker のサーヤじゃないか、と言い出したのです。しかし、TikTok とは真逆のアンダーグラウンドで生きるスレミンたちには、TikToker のサーヤという人物がわからないらしく、スレ内では、誰だよ、いや、有名なんか、という疑問の声が相次ぎます。すると、先ほどのスレミンは、サーヤについて、最近、若い女性から熱狂的な支持を得ている TikToker だよ、と述べました。また、このスレミンは、すごく有名ってわけじゃないけど、最近ぐんぐん知名度が上がっている、と説明した上で、サーヤの TikTok ページの URL をスレに貼り付けます。それを見たスレミンたちは、確かにアプリの写真の子と似てると言って驚くと同時に、 TikToker とはいえ一応有名人だから芸能人御用達の店を選んだわけかと納得するのでした。しかしその一方で、なんで TikToker がマッチングアプリをやってんだよという疑問の声も上がり、中には
そいつ、サーヤの写真と名前を勝手に使ってるだけじゃね、と、なりすまし説を唱えるスレミンも現れます。そして、これらの発言を皮切りに、スレナイからは、そいつが本物か偽物か確かめるためにも会いに行くべきだ、との声が上がり始めました。しかし、イッチは、でもお金が、と、相変わらず店での支払いに対する不安が拭えないようです。そんなイッチに対し、スレミンたちは、もし本物だったら、稼ぎのいいサーヤが払ってくれるだろうし、偽物だったら強引に割り勘に持っていけばいい、という、さすがドケチの鏡とも言うべきアドバイスを送ります。すると、単純なイッチは、確かにそうですね、と、スレミンたちの声に、まんまと乗せられた様子。それから、イッチは、サーヤと食事に行く日程を明かすと、当日になったら、また報告します、と言い、スレを去って行きました。そして、数日後、電車の中から書き込んでいる、と言いながら、スレに登場したイッチは、今から食事に行ってきます、と、スレミンたちに報告します。すると、スレミンたちから、ちゃんと店に見合う服装で来たんだろうな、や、TPO って知ってる、という心配の声が続々と上がりますが、それに対し、イッチは、いつも通りパーカーで来ちゃいました、という絶望的な答えを返しました。それを聞いたスレミンたちは、早くも初デートの失敗を確信したようで、スレナイでは、ドンマイや、失敗も今後の糧になるから、といった慰めの言葉が飛び交うのでした。また別のスレミンは、せめてスーツとかだろう、と呆れたようにつぶやきますが、どうやらイッチは、大学の入学式で着用したスーツしか持っておらず、しかもそのスーツもサイズが合わなくて着ることができないのだそうです。すると、それを聞いた別のスレミンが、自分は自宅警備でパジャマ姿のくせに、普段仕事でスーツとか着ないんか、とイッチに質問します。ところが、それに対し、イッチが、僕はまだ大学生です、と答えたことで、スレナイでは、イッチが予想以上に若かったことに、驚く声が相次ぎ、また、お前みたいな若者がアプリに参入するから、俺らみたいなおっさんに、チャンスが回ってこないんだよ、と八つ当たりする。絶対原因は他にあるやろにきも現れるのでした。それから3時間後、イッチは、サーヤさんとの食事が終わりました、と言って、スレに戻ってきました。そんなイッチに対し、スレミンたちが、TikToker のサーヤ本人が来たのか、と興奮気味に尋ねると、イッチは、まさかの本人でした、と報告します。どうやら、イッチは、あまり期待しないで、今日の食事に臨んだそうなのですが、店に到着し、店員の案内で、サーヤが予約した個室に向かうと、そこには、写真で見たサーヤ本人がいたそうです。すると、スレミンたちはその報告に驚きを隠せない様子で、ラッキーじゃねえか、などと言いながら、歓喜の雄たけびを上げ始めます。そんな中、一人のスレミンが、なんでマッチングアプリをしてるのか聞いてみたか、と質問すると、イッチは、
もちろん聞いてみましたと答えた上で、その時の会話内容について報告していきました。なんでもイッチが思い切ってサーヤに TikToker の方ですよねと聞いてみたところ、サーヤは目を丸くした後、苦笑いしながら、バレちゃいましたかとつぶやいたそうです。そこでイッチが、なぜマッチングアプリなんかしてるんですかと尋ねると、サーヤはアプリをしている理由について、意外とこういう仕事だと出会いがないんですと話したのだとか。すると、ここまでの話を聞いたあるスレミンが、そういうインフルエンサーとかって同業者と付き合うもんなんじゃないのかと質問しますが、それに対しイッチは、そういうわけでもないらしいと答えました。というのも、サーヤによれば、同業者同士だと交際がバレた時に双方のファンが騒いで炎上する恐れがあり、また相手が匂わせをしてすぐバレるリスクもあると言います。すると、その話を受けてスレ内では、だったらファンと付き合えばいいんじゃないかと意見を述べる、ただ推しと付き合いたいだけのキモオタニキが現れますが、そんなスレミンの願望も虚しく、サーヤはファンと付き合うというのはプロとして絶対に避けたいと断言していたそうです。そこでイッチがサーヤに、同級生とかでいい人いないんですかと聞いてみたところ、サーヤは小中高と引きこもっていたことを明かした上で、仲のいい異性の同級生はいないんですと打ち明けたのだとか。そうした事情があり、サーヤはマッチングアプリを始めることにしたそうです。するとスレミンたちは、有名人もマッチングアプリをやっているという事実に興奮したようで、イッチの後に続けと言わんばかりに、早速マッチングアプリをインストールし始めますが、それに対しマッチングアプリで痛いほど負けを経験しているスレミンたちが、お前らはいいねをもらうというスタートラインにすら立てないぞという、あまりにもリアルで悲しい現実を突きつけるのでした。そしてそんなスレミンたちとは対照的に、美人 TikToker とマッチングしてデートにまでこぎつけた勝ち組なイッチは、報告の続きを始めます。こうしてサーヤに選ばれたことを喜んだイッチは、その後サーヤとの会話に花を咲かせたそうです。またサーヤは有名人だからといって偉そうな態度を取ることもなく、イッチと同じ目線で話してくれたとのことで、イッチはそれが嬉しかったと語ります。その後食事を終えた二人は店を出ることになったそうですが、肝心の支払いについてイッチがビクビクしていると、サーヤは割り勘でいいですかと提案してきたのだとか。この時イッチは自分が全部払う覚悟をしていたこともあり、サーヤから割り勘の提案が出たことに感激したと言います。とはいえイッチの中にはカッコつけたいという思いもあったことから、結果的に少し多めに支払ったそうです。すると、そんなイッチの判断に対し、童貞のくせになぜか恋愛上級者の風格を見せるスレミンたちからは、いい選択だや、そこで言われた通り割り勘にしてたら次はなかったなという称賛の声が上がります。しかしその一方で、
多めに払うならいっそ全額払えやという大学生相手に恐喝まがいの発言をするニートの姿も見られるのでした。するとその意見を受けてイッチはやっぱ全額おごるべきでしたかね、愛想つかされちゃったかなと不安を口にします。そんなイッチに対しスレミンたちが次会う約束はしたのかと尋ねると、イッチは連絡先は交換したが会う約束はしてないと答えました。それを聞くとスレミンたちはつまりそういうことだと言い、イッチがサーヤから見捨てられたのだと勝手に決めつけます。またイッチに対し嫉妬の炎を燃やしていた一部のスレミンたちはこの展開に笑いが止まらない様子で、いい思い出になってよかったなとイエスイ笑みを浮かべるのでした。ところがその後しばらくするとイッチがスレに戻り、サーヤから今日はありがとうございましたとメッセージが届いたことを告げたのです。しかもサーヤの方からまたご飯に行きましょうと誘われたらしく、イッチは一安心している様子。するとイッチの負け顔を思い浮かべにちゃにちゃしていたスレミンたちはこの展開がどうしても信じられないようでうろたえますが、イッチが大学生であることを思い出した別のスレミンたちは結局若さなんだな、いや学歴か学歴なのかなどと言い、若くもなければ学歴も低い自分にがっかりするのでした。それからイッチはサーヤとの2度目のデートが次の土曜日に決まった旨を告げると一旦スレを後にします。そしてスレミンたちはなんだかんだ言いながらもスレに張り付く以外やることがないため次の土曜日を待つことにするのでした。ところがその1時間後、一人のスレミンがおい今サーヤが配信してるぞと書き込んだのです。するとその知らせを受けて光の速さでスレに集まってきたスレミンたちは早速陰キャにとって未知のアプリである TikTok をインストールし、サーヤの配信を見に行くことにします。どうやらサーヤは顔出しで雑談配信をしているらしく、スレ内からはよく顔出しなんかできるな、いや Z 世代ってすげえわという一生顔出しなどできない顔面をしたスレミンたちによる発言が飛び交いました。また一部のスレミンたちはいたずら心からその配信にコメントを送ったようで、あるスレミンがアップした配信動画のスクショには TikTok に似つかわしくない記書コメントがいくつか書かれています。ところがサーヤは今日は初めての人が多いみたいですねと言って、そんなふざけたコメントにも神対応を送っている模様。そのためちょろいスレミンたちはサーヤがいい子であると確信したようで、イッチに何としてもサーヤをゲットしろと命令するのでした。すると遅れてサーヤの配信を見始めたイッチもサーヤの配信者としての姿と自分と二人きりで会ってくれた素の姿とのギャップに思わずキュンとしたようで、サーヤへの思いを募らせていきます。それからイッチとサーヤが2度目の食事に行く日を迎えるまでの間、このスレはサーヤの配信報告スレと化していきました。またイッチも
サーヤの配信があるたびにコメントを送っているようで、配信って楽しいですね、と新たな楽しみを見出した様子。そしてコンビニの女性店員にすらも苦い顔をされるスレミンたちは、若い女性が相手をしてくれることが嬉しくて仕方がないようで、サーヤの配信にのめり込んでいくのでした。それから次のデートを目前に控えたある日、いつも通りスレに、サーヤの配信が始まったぞという報告が書き込まれたため、スレミンたちは意気揚々とサーヤの配信を見に向かいます。ところがサーヤの配信を見に行ったスレミンたちが口々に、なんかおかしくね、と言い出したのです。というのも、サーヤはいつものような元気がなく、おまけに目元には泣き晴らしたような跡があるとのこと。またサーヤのリスナーたちもサーヤを心配しているようだと言います。すると TikTok をインストールしていないスレミンたちから、一体何が起きてるんだよと状況を求める声が上がり始めたため、サーヤの配信を見ている一人のスレミンがサーヤの様子について報告していきました。なんでも配信が始まって早々、サーヤはちょっとしんどいことがあってなんかごめんねと元気のない声でつぶやいたそうです。そこでスレミンたちはお得意のどうした、話聞こっかコメントを配信に書き込んだそうですが、サーヤはありがとう、でも大丈夫、心配かけてごめん、今日はもう切るわと言い、開始5分も経っていないのに配信を切ってしまったのだとか。するとこの状況にスレミンたちは、ただごとじゃなさそうだな、いや、何があったって言うんだ、と言って、サーヤを心配し始めます。また、配信を見ていたイッチも、スレミンたちと同様、不安に駆られたようで、サーヤに連絡してみることに決めるのでした。それから数分後、イッチは、サーヤから返信が来たことを告げます。なんでも、イッチが、大丈夫、何かあった、と聞くと、サーヤは、配信見てくれたの、ごめん、心配かけて、と謝った上で、次会った時に話すね、と言ってきたそうです。すると、スレ内では、サーヤの様子がおかしかった理由について、好き勝手な妄想が繰り広げられていきますが、他のスレミンに、サーヤから話を聞かないことにはわからないだろう、とたしなめられたことで、スレミンたちは次のデートの日に詳しい話が聞けることを期待するのでした。そして2日後、スレに現れたイッチは、サーヤと二度目の食事に行ったことを報告します。今回もサーヤが店を選んでくれたらしく、前回と違う店ではあるものの、相変わらず高級な雰囲気が漂っていたそうです。そして、イッチが早速サーヤに、何かあった？と聞いてみると、サーヤは少し黙った後に、実はファンからストーカーされてて、と打ち明けたのだとか。サーヤの話によれば、少し前から熱心なファンが家を特定し、マンションの周りをうろついているというのです。ちなみに、
前回の配信があったあの日は、そのファンとマンションの前でたまたま出くわしてしまい、声をかけられたことでパニックになったらしく、配信をつけてリスナーたちに助けを求めようとしたといいます。しかし心配してくれるリスナーのコメントを見ているうちに落ち着いてきたため、これ以上心配かけるわけにはいかないという思いから、事情を話さず配信を切ったとのことでした。するとスレミンたちはストーカー被害に悩むサーヤに同情の声を寄せます。また俺が24時間そばにいてボディーガードしてやるのにという、下手したらストーカーより立ちが悪いスレミンも存在しました。それからイッチが警察に相談したのかと尋ねると、サーヤは相談はした、でも何かをされたわけでもないし、一応パトロールを強化するとは言ってくれたけど、今のところ何も状況は改善されていないと話したそうです。そんなサーヤの話を聞き心を痛めたイッチは、そのことを公表した方がいいんじゃないと提案したと言います。イッチ曰く、公表することで話が大きくなり、警察がきちんと動いてくれるのではないかとのこと。ところがそれに対しサーヤは、公表したところで何も変わらないと投げやりに答えたそうです。それどころかファンから被害者面するなと言われるだけだと卑屈な態度を見せたとのこと。するとスレミンたちは、いくらなんでもファンがそこまでは言わないだろうと言い、サーヤのネガティブな発言に困惑している様子。またサーヤの何もかも諦めたような態度に対し、前に何かあったのかなと勘を働かせるスレミンもいました。そしてイッチもそんなスレミンたちと同じ感想を抱いたようで、サーヤに対し、そんなことファンが言うわけないだろうと伝えたと言います。ところがサーヤは首を横に振ると、以前にもストーカー被害について配信で打ち明けたことがあるという事実を明かしたそうです。しかしその際、一部のリスナーから絶対嘘じゃんや、数日前元気そうに原宿歩いてたよねというコメントが書き込まれたのだとか、それはリスナーが人違いをしていたのか、それとも悪意のあるリスナーがデマを言っていたのか、未だわからないものの、サーヤはそれっきりリスナーのことを信じられなくなったと言います。そのためサーヤは、今回もストーカー被害を公表したところできっと嘘つき呼ばわりされるに決まっていると考えているようです。するとその話を聞いたスレミンたちは、有名になるってことはその分アンチが増えるってことだと、さすがネットの世界で長年生きているだけある説得力に満ちたコメントを書き込んでいきます。また実際にイッチもサーヤの配信にアンチコメントが湧いているのを見たことがあるらしく、その時はついカッとなってアンチに対抗してしまったと話しました。そんなイッチに対しスレミンたちは、アンチに対抗するとかネット初心者かな、いやアンチは無視するって常識だろうとネットクロートマウントを取り始めます。ところがイッチはアンチに対して
全く働かないスルースキルをスレミンたちに対し存分に発揮すると、突然僕がサーヤさんを助けますと声高らかに宣言したのです。しかしそれに対するスレミンたちからの反応は冷たく、中には助けるってどうするんだよとバカにした様子でイッチに尋ねるスレミンもいました。するとイッチはストーカーを捕まえて今後彼女に近づかないよう説得すると言い放ちます。ところがスレミンたちは説得ってと大量の草を生やし、さらにはそんなんでストーカーが諦めてくれたら警察いらんのよと呆れるスレミンもいるのでした。しかしイッチはやってみなきゃわからないとスレミンたちに歯向かいます。またイッチは先ほどの食事中そのことをサーヤにも伝えたらしく、サーヤはありがとう心強いよと言って笑顔を浮かべたそうです。そしてイッチにはその笑顔が普段配信サービスで彼女がリスナーに見せる笑顔とは違い、自分にだけ見せてくれる柔らかな表情に見えて、より一層胸がときめいたと言います。それからサーヤに家の場所を教えてもらったイッチは暇な時間に彼女の家周辺を見回ることに決めたそうです。またサーヤももし怪しい男を見つけたらすぐ連絡するとイッチに約束してくれたとのこと。すると一部のスレミンたちがサーヤの住所を教えてくれというストーカー予備軍コメントを書き込んでいく中、別のスレミンたちは2回しか会ってない女のためにそこまでする必要あるかという、毎日会っている母親にすら優しくできない人でなし特有のコメントを書き込みます。それに対しイッチはすでにサーヤに惹かれ始めているということを明かした上で、頼れる相手がいないサーヤさんを支えてあげられるのは自分だけですと主張しました。それからイッチは何か進展があれば報告しますと言ってこの日はスレを去っていくのでした。そして3日後、イッチはサーヤさんから連絡があったと言ってスレに現れます。どうやら例のストーカーが現れた模様。するとスレミンたちは行くんだイッチや説得するんやろと言ってイッチの背中を押しますが、そんなスレミンたちに対しイッチはところで説得ってなんて言えばいいんですかねとここに来てまさかの相談をし始めたのです。そしてこれにはさすがのスレミンたちも思わずずっこけてしまったようで、それ今言うやなんで決めとかないんだよと大慌てしている様子。それでもスレミンたちは急がないとという思いからなんとか知恵を出し合いイッチにアドバイスを送りました。こうしてスレミンたちのアドバイスを受けたイッチはわかりました行ってきますと言ってようやくサーヤのマンションへと向かうのでした。そんな頼りないイッチのことをスレミンたちは固唾を飲んで見守ります。すると数時間後イッチがスレに戻り報告を始めました。まずイッチがマンションに到着するとサーヤの部屋の方を見上げる怪しげな男を発見したと言います。男は
一見ごく普通の見た目をしていたため、スレミンたちのような油ぎったチーギーを思い描いていたイッチは、本当にこの人かと不思議に思ったそうです。そこでサーヤに連絡し、男の特徴を伝えたところ、サーヤ曰くその人で間違いないとのことだったため、イッチは思い切って男に声をかけたのだとか。すると男は最初こそ恋人に会いに来たと言っていましたが、イッチが本当に恋人ですか、ここ最近この辺りでストーカーが出ているらしいんですよと伝えると、男は急にしどろもどろになったそうです。そこでイッチはスレミンたちのアドバイスに従い、男にストーカーをやめるよう説得したと言います。それに対し男は、あなたサーヤの何なんですかと聞いてきたため、イッチは大胆にも彼氏ですと答えたそうです。するとストーカーの地雷を全力で踏み抜くようなイッチの返答に、スレミンたちはあかん、いやそれ逆上させるだけではと心配の声を寄せていきます。またお前サーヤと付き合った気になってんじゃねえよ、いやサーヤは渡さねえなどと言う、お前こそサーヤのなんやねん日記も現れました。ところがそんなスレミンたちの心配とは裏腹に、男は彼氏いたんですね、ならもう興味ないですと冷めた様子を見せたそうです。それからイッチがもうこんな真似やめてくださいと改めて伝えると、男はもうしませんよ、彼女のことはなんかどうでもよくなりましたと言ってそそくさと去っていったのだとか。するとスレミンたちはあっけなくストーカーを撃退できたことに拍子抜けしている様子。その一方で、彼氏がいるって分かった途端冷めるやついるよなと納得するスレミンたちも現れるのでした。それからイッチがストーカーを追い払ったことをサーヤに報告すると、サーヤはありがとう、イッチ君のおかげだよと喜んでくれたそうです。こうしてストーカー騒動が無事解決すると、スレミンたちはこれでまたサーヤも元気に配信ができるようになるなと安堵しながら、サーヤの次の配信を心待ちにするのでした。ところがそれから5日が経ってもサーヤが配信を再開することはなく、スレミンたちは心配の声を寄せていきます。またその中であるスレミンは、サーヤはこれまで頻繁に配信をしていたみたいだし、ここまで間が空くのはおかしいとの意見を述べ、サーヤの身に何かあったのではないかと不安を口にしました。そこでスレミンたちは、サーヤは無事なのか、いや何か連絡は来ていないのかとイッチに呼びかけます。それからしばらくしてイッチがスレに現れると、サーヤは配信活動をやめるようだという衝撃の事実を告げたのです。その予想外の発言に対しスレミンたちは戸惑いを隠せない様子。またあるスレミンからはストーカー騒動が原因かとの声も上がりますが、イッチによればそれは関係ないとのこと。それからイッチはサーヤから聞いた話として、
今後僕と真剣に向き合いたいという思いから配信をやめるつもりらしいですと説明しました。するとそれを聞いた途端、スレミンたちは嫉妬に狂い始めますが、その一方でついに付き合うのか、いやよかったやんと珍しくイッチに祝福の言葉をかけるスレミンもわずかながら存在するのでした。しかし中には、配信を続けてもらった方が収入も得られるし絶対いいのにというひも根性がにじみ出たスレミンもいる模様。するとイッチは彼女に無理して働いてほしくないと主張した上で、僕はまだ大学生ですが絶対将来いい企業に勤めて彼女を安心させますと意気込みました。そんなイッチの立派な発言に対し、働かないことで両親を不安にさせているっておなじみのイッチと対局の位置にいるスレミンたちは、ひがみや妬みの感情が収まらない様子ですが、そんなスレミンたちの負のオーラを払いのけるように、イッチは彼女を幸せにしますと宣言するとスレを去っていくのでした。ところがそれから数日後のある日、一人のスレミンが、おい、サーヤが配信してるぞと書き込んだのです。するとスレミンたちはその報告に驚きを隠せない様子で、配信はやめたんじゃなかったのかと戸惑います。またイッチも遅れてスレに登場しますが、この状況が理解できない模様。そこでイッチとスレミンたちは早速配信を見に行きますが、なぜか配信画面は真っ暗で音声のみが聞こえるとのこと。またその音声というのも息遣いのようなものが聞こえるだけであり、この状況にサーヤのリスナーも混乱しているようでした。すると配信が開始されてから2分後、ようやく配信に声が乗り、開口一番サーヤが助けてとかすれた声でつぶやいたのです。そしてこれにはスレミンたちも、何かわからないがやばいんじゃないかと言って焦り始めます。するとここでまたしても固くなに TikTok をインストールしない Z 世代敵対2期たちが続々と現れ、状況がわからんと文句を言い始めました。そこで一人の有能なスレミンが配信の様子をキャプチャーした動画をスレにアップします。その動画がこちらです。助けて助けて。すると事態を把握したスレミンたちは悲鳴を上げるとともに、サーヤがただならぬ状況に置かれていることを察して心配の声を寄せていきました。またサーヤの事情を知っているスレミンたちは、まさかあのストーカーが家に押しかけてきたのかと考え焦り始めます。それを聞いたイッチは慌ててサーヤに連絡しようとしますが、すかさず一人のスレミンが、今スマホから配信してるとしたら連絡は邪魔になるだけだろうと言い、イッチを制止しました。するとここであるスレミンから、てかなんでサーヤは配信なんかしてるんだという疑問が書き込まれます。このスレミン曰く、配信してる暇があったら警察に通報した方がいいのではないかとのこと。ところが
それに対し別のスレミンが、サーヤはすでに警察に通報した上で配信しているんじゃないかと書き込みます。というのも、サーヤは以前イッチとの会話の中で、どうせリスナーには信じてもらえないと卑屈なことを言っていました。そのことを踏まえると、この配信はリスナーたちに自分がストーカーに遭っているということを証明するための、いわばリスナーに信じてもらうための配信なのではないかというのです。すると、それを聞いたスレミンたちは、ここまでしないと信じてもらえないのかよと言って、サーヤのけなげな行動に胸を痛めるのでした。それからイッチは、警察に通報しているかもしれないとはいえ、放っておくことはできません、サーヤさんの家に行ってきますと言い、スレを後にします。そしてスレミンたちも、サーヤを支えられるのはお前だけだ、いや、お前が行けば安心するだろうと言い、イッチの背中を押すのでした。ところが、その1時間後、イッチはスレに戻ってきて早々、何やら混乱した様子で、意味がわからないと書き込んだのです。そんなイッチに対し、スレミンたちが、サーヤは無事だったか、いや、警察は来てたのか、と尋ねると、イッチは、無事というか、無事ではあったし、警察は来てない、という、わけのわからない答えを返しました。そのため、スレミンたちは、ちょっと何言ってるかわからない、という、サンドウィッチマン構文とともに頭を抱えてしまいます。それから少ししてようやく落ち着きを取り戻したイッチが、サーヤの家を訪れた際の出来事について説明していきました。なんでもイッチがサーヤの家のインターホンを鳴らしたところ、しばらく応答がなかったため、イッチは不安のあまり、心臓がはち切れそうになったと言います。ところが、しばらくするとドアが開き、風呂上がりらしい格好のサーヤが、どうしたの?と、何食わぬ顔で出てきたというのです。そのため、イッチは混乱してしまったそうですが、サーヤは、ごめん、お風呂入ってて、と言うと、そのままイッチを家にあげてくれたと言います。それからサーヤは、髪乾かしてくるから待ってて、と言い、洗面所へ行ってしまったため、イッチはこのスキンにすでに書き込んでいるとのこと。すると、風呂上がりのサーヤという言葉を聞いて、いそいそとパンツを脱ぎ始めるスレミンたちがいる中、多くのスレミンたちは、何事もなかったかのように振る舞うサーヤの態度が理解できず、混乱している様子。ちなみに、ずっとサーヤの配信をチェックしていたスレミンによると、サーヤの配信は30分ほど前に突然終了したそうです。それから、スレミンたちは先ほどの配信について、まさかあれ演技だったとか、いやストーカーが来たっての嘘だったのかと言い、サーヤへの不信感を募らせていきます。ところがその時、一人のスレミンが、おい、サーヤがまた配信始めたぞと言い出したのです。そこでスレミンたちが早速見に行くと、サーヤが今度はカメラをつけて配信しているようでした。そして、その配信でサーヤは、さっき警察の方が来て、ストーカーは連行されました。ご心配をおかけしました。と話したそうです。
すると、これを見たスレミンたちはパニックに陥り、サーヤは今髪を乾かしてるんじゃ、いや、これリアルタイムだよな、という発言が飛び交います。ところがその時、イッチが突然、今僕がいるサーヤさんの部屋、配信に映る部屋と全然違う、と言い出したのです。そして、この発言にスレナイは騒然とし、お前は今どこにいるんだ、という疑問の声が相次ぎました。また、イッチは続けて、そういえば、明るいところでさっき、初めてサーヤさんの顔を見たけど、配信に映る顔と、僕が知ってるサーヤさんの顔、全然違う、と話します。それを聞き、あるスレミンが、明るいところで初めて見たってどういうことだよ、と尋ねると、イッチは、これまでサーヤと会った二つの店のどちらも、照明が異様に暗かったのだと説明しました。また、イッチがいつも会っていたサーヤは、メイクや髪型をバッチリ決めていたのですが、先ほどイッチを出迎えたサーヤは、風呂上がりということもあり、すっぴんだったため、配信中のサーヤとの違いが、より際立ったのだと言います。すると、この発言を受けて、スレナイでは、イッチが会ってたサーヤは、本人じゃなかったってことか、という声とともに、底知れぬ恐怖が広がっていきました。その後、イッチからの投稿が途絶えると、スレミンたちの間では、イッチが今会っているサーヤは誰なんだ、という疑問が浮上します。さらに、イッチの身を案じる書き込みも見られ、スレナイは、緊張感に包まれていきました。それから1時間後、イッチはスレに戻ると、もうわけがわからないです、とスレミンたちに泣きつきます。そんなイッチの様子を見て、スレミンたちが、どうしたんだよ、と心配そうに尋ねると、イッチはサーヤと話した内容について、説明していきました。あの後、サーヤが髪を乾かし終えて、部屋に戻ってきたため、イッチは思い切って、あなた誰なんですか?と問い詰めたそうです。ところが、サーヤは、何言ってるの、サーヤだよ、と、さも当然でしょう、と言わんばかりに答えたと言います。そこで、イッチは、本物のサーヤがリアルタイムで配信していることを告げたそうですが、サーヤは、それ私の偽物、私が本物のサーヤだよ、とわけのわからないことを言い始めたのだとか、それを聞き怖くなったイッチは、ごめん帰る、と言って、サーヤが腕を掴んで引き止めるのを振り払い、強引に家を出てきたと言います。すると、スレミンたちは、そいつ、サーヤになりすましてたってことか、と、背筋を凍らせますが、一方で、本物と偽物を勘違いしたまま、今まで会っていたイッチに対し、普通気づくだろ、と、ツッコミを入れるスレミンもいました。それに対し、イッチは、顔の作りやメイクがサーヤそっくりだったので、気づかなかったのだと弁明します。また、イッチは人の顔を見分けるのがもともと苦手なので、気がつかなかったと言い、さらに服装も、サーヤが普段配信で着ているものとよく似ていたとのこと。すると、それを聞いたスレミンたちは、もしかしたら整形していたのかもしれない、いや、サーヤと同じ服をわざわざ買ってたのかな、と考えを巡らせました。
そんな中、あるスレミンは、なんでその女はサーヤになりすますような真似をしていたんだと疑問を口にします。それに対し、一人のスレミンが、サーヤに憧れるあまり、彼女になりすましていたのではないか、と意見を述べました。このスレミン曰く、サーヤは若い女性から熱狂的な支持を得ているようなので、彼女のようになりたいと考えるファンがいてもおかしくないとのこと。しかし、その一方で、別のスレミンは、なりすましてたというより、彼女は自分がサーヤだと思い込んで生活していたんじゃないか、と考察しました。つまり、サーヤになりたい思いが強すぎるあまり、彼女は自分がサーヤだと錯覚していた可能性があるというのです。すると、イッチも、彼女の様子を見た感じ、自分がサーヤだって思い込んでいるような印象でした、と語り、このスレミンの意見に同意しました。また、別のスレミンは、ストーカーの件について、自身の考察を書き込みます。このスレミン曰く、一連のストーカー騒動は、本物のサーヤの身に実際に起きていたことであり、偽サーヤは辻褄を合わせるために偽のストーカーを用意してイッチに撃退させたのだろうとのこと。そして偽ストーカーはおそらく偽サーヤの知り合いだったのではないかと言います。するとそれを聞いた他のスレミンたちは、イッチが撃退したストーカーがやけにあっさり身を引いたことを思い出し、あれは偽物だったからなのかと納得するのでした。それからイッチは、ストーカーは実際にいたのに僕は本物のサーヤさんを守れていなかったんですねと絶望感をにじませます。こうして偽サーヤにまんまと騙される羽目になったイッチに対し、スレミンたちはかける言葉もないようで、このスレは重々しい空気に包まれていきました。そして次の日の夜、一人のスレミンがサーヤのツイッターのスクショをスレに貼り付けます。そこにはサーヤが配信者引退を告げる文章が書かれていました。すると、これを見たスレミンたちは悲しみのあまり言葉を失います。また短期間ではあったものの、サーヤの配信を楽しんでいた一部のスレミンたちもショックを隠しきれない様子。それからこのスレはストーカーや偽サーヤに対する怒りの声とともに、サーヤの幸せを願う声が上がっていきながら徐々に収束していくのでした。ところがそんなある日、書き込みの減ったスレにイッチが現れ、偽サーヤから LINE が届いたことを告げたのです。そこには一言「助けて」の文字が書かれていますが、偽サーヤに愛想をつかしていたイッチはこのメッセージに対し、嘘つくな、もう騙されないと返信した模様。するとスレミンたちも、まだイッチと付き合う気でいるのかその女と呆れた様子を見せます。ところがその1時間後、イッチの元に偽サーヤから新たな LINE が届いたのです。そこには痛々しい怪我の写真とともに一言、お前が助けてくれないからという文が添えられていました。するとそれを見たスレミンたちが、まさか本当に襲われてたのかと慌てふためきます。そんな中、あるスレミンによって
サーヤのストーカーがサーヤと勘違いして店サーヤを襲ったんじゃないかとの憶測が書き込まれると、スレナイからは自業自得だとの厳しい意見が続々と上がっていきました。それからイッチは偽サーヤをブロックしたことを告げると、本物のサーヤさんには悪いことをしてしまった、しばらく心を休めますと言い、スレを去っていきます。そしてスレミンたちはそんなイッチに対しねぎらいの言葉をかけていき、このスレは重苦しい空気の中幕を閉じるのでした。ところがその数日後、過疎状態のスレに現れたイッチが、大した話ではないかもしれませんがと前置きをした上で後日談を語り始めたのです。あの後イッチはどうしても罪悪感が拭いきれず、本物のサーヤのツイッターに DM を送ったと言います。とはいえ偽サーヤのことを書くとサーヤに余計な不安を抱かせてしまうと思い、イッチはサーヤの配信を密かに楽しみにしていたことや彼女を心配している旨をメッセージに書き綴ったそうです。その後イッチは返信を期待していなかったらしいのですが、メッセージを送ってから丸一日が経った今日、サーヤから返信があったと言います。そこにはいつもたくさんコメントしてくれていましたよね、ずっと私のこと信じてくれてありがとうございました、コメント全部ちゃんと見てました、配信者だけが人生じゃない、これから新たな人生を頑張りますねと書かれていたそうです。イッチはそれを見て少し救われたと話しますが、同時に僕が好きだったのは本物のサーヤさんと偽サーヤさんどっちだったんだろうという切ない一言を残し、スレを去っていきます。そしてイッチの書き込みに気づいたスレミンたちが、お前も切り替えて頑張ろうぜとエールを送る中、このスレは静かに幕を閉じるのでした。偽物に騙された結果、本当に救うべき女性を救えなかったという切ない話でした。推しの配信で記書コメントばかりしている皆さん、そういうコメントをするのはこのチャンネルだけにしましょうね。次回の動画も楽しみにしろください。とある小説の編集者に送りつけられた差出人不明の一通の短編小説、そこに書かれていたのは完全犯罪を予言した殺害予告だった。